郎の夢なんか。古の大戦争、暇つぶしにこんな本読んでたせいね。着いたぞ。大戦争の後、互いに傷つけ合うことの愚かさに気づいた人々は、二度と争いを起こさないと誓い合い、七つの王国のもと、千年にわたる平和な時代が続いていた。おーい！久しぶりね。俺が居眠りしてたってよくわかったな。まったく、いとことしてはちょっと恥ずかしかったわ。へえ、二人はいとこ同士なんだ。そうなの。ねえ、この子どうしたの？ああ、下宿先で仲良くなったんだ。僕、ハミロン、よろしくね。よろしく。ねえ、どこかで会ったことないの？そういえば、ジャイワールのみんなは元気か？ええ、元気よ。そういうあなたは聞くまでもなく元気そうね。まあな。あ、そうそう、これみんなからのお土産。おお。オレンカに留学してもう1年でしょ。そろそろふるさとの味が恋しいんじゃないかって。懐かしいな。今日は久々にジャイワールナムだ。それにしてもやっぱりオレンカは全然都会ね。一度見てみたかったのよね。竜が太陽を喰らう日、双子が生まれ、再び大地は戦乱に覆われる。多くの血が流れた後、双子の王が新たに君臨する。これ古の予言よね。ああ、意味はよくわかんないけどな。要はもう二度と戦争なんかするなってことなんじゃないのか。ちょっとやめなさいよ。もう相変わらず落ち着きがないんだから。お前こそ相変わらずの学級委員長っぷりだな。よし、じゃあ寄り道はここまでにして俺の下宿へ行くぞ。え、あ、ちょっと待ちなさいよ。これだけ広ければ訓練もできるわね。そういえば肝心なことを聞いてなかったけど、あなた留学してちゃんとやれてるの？当たり前だ。学校の戦闘演習じゃ俺が主席なんだぞ。本当かしら。ほら、なんなら鍋が煮えるまで試してみるか。いいわよ。手加減は無用。久しぶりに真剣勝負といこうじゃない。